はい、こんにちは、皆さん。沖縄おばばです。今日も一緒に楽しく中国語を勉強してまいりましょう。はい、我是中生宝宝。今天也开始学习中文吧。はい、今日はいくつという言い方、いくつの何々という言い方を勉強していきましょう。はい、ここに2匹いますね。我有两个黑白猫。私は、2つの白黒猫がいます。ね、かわいいね。はい。我有两个妹妹。我有两个妹妹。私には2人の妹妹。妹妹、妹ですね。两个っていうのは2つとか2人とかいう意味ですね。はい。我有一个女儿。私には一人の娘がいます。はい、いかがでしょうか。もう一回言ってみましょうね。我有两个妹妹。我有两个妹妹。我有一个女儿。我有一个女儿。はい、いかがでしょうか。もうちょっと早く練習してみましょう。我有两个妹妹，我有两个妹妹，我有两个妹妹，我有两个妹妹。はい、いかがでしょうか。次ですね。あ、ごめんなさい、我じゃなくてたでしたね。はい、彼には一人の娘がいます。他有一个女儿，他有一个女儿，他有一个女儿。はい。もう一回言ってみましょうね。他有一个女儿。はい、いかがでしょうか。今日は、数の数え方を勉強します。一つとか二人とか一人とか、そういった言い方ですね。はい。前に、一、二、三、四、数の数え方を勉強しましたが、何個とか何人とかの言い方は、ちょっと、チェンジっていうか、変わるところがございます。ね、皆さん、ちょっとそこを勉強しましょうね。いいか、これは同じですね。いいか、いいか、これは一つの、一つ、一人とかいう意味ですね。次です。りゃんが。これちょっと違いますね。わかりますか？覚えてますか？昔は、ちょっと前に習ったのは、いい、あるでしたね。あるがとは言いません。りゃんが。これ、りょうっていう字ですね。両方の量ですね。はい。两个。これ数を数える場合は、二がとかは使わないので、两がと言ってください。これだけよくよく覚えておけば、大体間違いはないので、この部分がポイントになってきます。なので皆さん、注意して覚えてくださいね。はい、もう一回。いいか、两个。次、三つ。こっからは一緒です。三が、三が、四が、四が、四つ。五が、五つ。五が、六が、六つ。七が、七つ。八が、八つ。九が、九つ。十が、十個ですね。はい。もう一回、皆さんで練習してみましょう。一个、两个、三个、四个、五个、六个、七个、八个、九个、十个。はい。どうでしょうか。はい。もう一度、やってみましょうね。一个、两个、三个、四个、五个、六个、七个、八个、九个、十个。一个、两个、三个、四个、五个、六个、七个、八个、九个、十个。はい、どうでしょうか。皆さん、うまく言えたでしょうか？はい。では、最初から今日の
やったところを復習してみましょうね。我有两个妹妹。はい、私には二人の妹がいます。我有两个妹妹。我有两个妹妹。她有一个女儿。はい、彼には一人の娘がいます。她有一个女儿。她有一个女儿。はい、いかがでしょうか。次ですね。数え方です。一个、两个、三个、四个、五个、六个、七个、八个、九个、十个。はい、もう一回やってみましょう。一个、两个、三个、四个、五个、六个、七个、八个、九个、十个。はい、いかがでしょうか。今日のお勉強はここまでにいたしましょう。それでは皆さん、また明日。バイバイ。再见。みんなちゃおー。